皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみうぷ主のみーです。最近好きな界隈のおかげで直近の日にちが分かっていて助かっています。今まで今日が何日なのか分かってなかったのかよ。曜日と時間の感覚がよく分かってない霊夢だよ。お前もかよ。おなじみマリサだぜ。ということで今回も折り紙キングを実況していきたいと思います。前回は、ボム兵の悲しみを乗り越えて再び立ち上がったのよね。ああ、あいつのためにもここから頑張らねえとな。それじゃあ謎の文字を解読できる人を探そう。気持ち悪い絵だな。それキノピオ。いらっしゃいませ、こちらはムーチョロイヤルホテルでございます。おお、すごいゴージャスなホテルじゃない。見るからに高そうだね。素敵、こんなリッチなホテル泊まってみたいです。乗り込むか。はぁ、よ、パリピ、パーリない。遊んでないで聞き込みだ。いらっしゃい、残念だけど今は満室なんだ。景気いいなあ。私たち謎の字が読める人を探してるんです。そう聞いてもわかるかな。このホテルにそんな人いませんか。あ、あんたたち、あの学者キノピオの関係者か。あの学者キノピオ。学者は今外出してるけど、部屋の鍵はこっちで預かってるぜ。関係者なら同じ部屋でいいよな。ほら、鍵だよ。セキュリティも何もねえなこのホテル。やったー、これでこのホテルに泊まれるぞ。帰ってきたらマジでビビりそう。ここがホテルの部屋か。外観は豪華なのになんか狭くね。人の部屋に勝手に入って文句言ってるんだけど。豪華スイートルームが良かったな。丸月末日、砂漠をくまなく調査した結果、ついに古代人の手がかりをつかんだ。丸月末日、古代人発見の鍵となる秘宝、太陽光を手に入れた。ホテルのフロントと交渉の末、どうにか譲ってもらえた。ムーチョにあの価値がわかるのか。準備はすべて整った。太陽の祭壇へ、いざ出発だ。これ日記、字ばっかりで私にはちょっと難しすぎるけど。どうやら学者は太陽の祭壇ってところに向かったみたいだね。その太陽の祭壇ってところに私たちも行ってみようぜ。もうちょっとパリピしてからにしようよ。今すぐ行くんだ。そういやこないだ学者にあるもんを譲ったんだけど、実は同じもんがもう一つあるんだ。そんなこと日記に書いてあったわ。関係者なら欲しいだろ。俺が持っててもしょうがないからあんたらにもあげちゃうわ。僕も別に欲しくない太陽光を手に入れた。本音が出ちゃってるぞ。学者はそれ持って喜んでどっか行ったぜ。もし追いかけるなら迷子にならないように町の砂漠案内所に行ったらいいぜ。だってよ。あんたが行くんでしょ。広い砂漠を案内するぞ。何が聞きたい。じゃあ大砂漠のこと。風抜けるトンネルを抜けたすぐ先に広がるとっても大きな砂漠だ。妙竹林な鳥の像や、奥の方には太陽の祭壇とかいうミステリースポットがあるぜ。それよそれそれ。いやー、案内所に立ち寄ってよかった。ここがおそらく太陽の祭壇だな。これで学者が召喚されるだろう。もう学者はいるだろ。わわ、煙、煙が出てますわ、マリオさん。あれ、なんか風強くね。うわー、なにこれー。竜巻か。このままじゃマリオたちが。あーれー。ここは、渦巻きの風に閉じ込められちゃったの。終わった。何か出てきそうで怖いです。ちょっと、オリビアがそんなこと言うから。なんだよこれ、塔みたいだな。マリオさん、サボテンみたいですけど、これってこれって。おっすぎー。ば、化け物サボテンが出てくるなんて聞いてない。しかも倒れてくるんかーい。どうやらこいつを倒さない限り、この砂嵐は収まらなさそうだ。頑張れマリオ、イケイケマリオ。はいはい頑張るマリオ頑張る。真面目にやれよ、スーパーパリピアターック。これぞ太陽神マリオの力じゃー。一体いつから太陽神になったんだろうか。やったー、巨大サボテン撃破。あれ、なんか落ちてきたわよ。ゴミじゃない、よく見てみろ。あ、マリオくんが助けてくれたのか、ありがとう。なんで僕のこと知ってんの。そっかー、あの大きいサボテンに食べられてたのね。は、なんだ君は、見たことのない姿だな。まさか君が古代人か、そうなのか。違います、私オリビアです。は、そうだ、祭壇はどうなった。あんた大変な目にあったのに祭壇の心配。相当この祭壇が大事なんだね。書かれている通りにやったはずなんだが。この謎の字、読めるの。読めてないから怪物が出てきたんじゃないの。もちろん、私は古代人の研究をしているキノピオだ。この古代文字は古代人が使っていた文字だから、研究者の私には読めて当然だ。やったー、謎の字を読める人が見つかりましたわ。なんかうさんくさいけどね。さすがー、古代人の先生。古代人とは、古代に生きていた人たちのことだ。
そして私は、この砂漠のどこかで今もなお生きていると言われる伝説の古代人を追っている。古代人が今でも生きてるって?私はその古代人を見つけ出し、古代人にまつわるある最大の謎を解き明かしたいのだ。その古代人の名は、ピオ、伝説の古代人、ピオ。ピオピオ。ピオ、変な名前。先生、私たちと一緒に行って、謎の字を読んでもらえません。暇そうだしついてきてよ。失礼な野郎だ。そうだな。私のこれまでの調査によれば、ピオの存在を裏付ける重要な証拠が、この砂漠のどこかに隠されているらしいのだ。へぇ?その隠し場所を探るためこの祭壇を調査していたのだが、今後調査を続けていく中でまた化け物に襲われるリスクは決して低くないだろう。だが、また化け物が出てもマリオくんが一緒ならこんなに心強いことはない。化け物退治料いただきます。よし、いいだろう。ほんと?金はやらんぞ。契約成立だ。ピオの証拠を見つけるまで、ここはお互いに手を組もう。やったー。先生、よろしくお願いします。新しい冒険の仲間が加わったわね。爆発するなよ。はぁ?続いてのコースはなんとも危険なコースです。お前も道連れだなんて一体誰が。ストップストップ。昨夜。たまたま通りかかったから時間止めてみた。あんたまたすごいタイミングで止めたわね。昨夜、お嬢様ただいま。止めた意味ねー。なんでこいつ自分からマグマ入浴してんだ。おのれマリオ、お前も道連れだ。自分から入ったくせにこれはひどい。まったくだよ。一体僕が何をしたって言うんだ。マリオに怒るんじゃなくて昨夜に怒った方がいいわね。さあここからクッパの大楽襲が始まります。ガッハッハッハ、この仕掛けから逃げ切れるか。逃げ切れたら焼肉おごれ。今俺様が焼肉状態なんだよ。強制スクロールだから慎重に進むんだぜ。だがただ進めばいいってもんじゃねえぞ。ところどころに仕掛けがあるからせいぜい気をつけることだな。まったくこれじゃあ自分がマグマに入ること前提で仕掛けたんじゃない。クッパ様って嫌なやつでしょ。こらー悪口ー。先が見えない仕掛けが厄介だね。そうね、まるでウプ主の人生みたい。お先真っ暗。昨夜にまた時間止めてもらおうかな。すんませんした。くう、やり直しだぜ。焼肉になったはずのクッパの炎が後ろから来てるんだけど、あいつさては焼肉になってねえんじゃねえか。そんなことはない。俺様は焼肉じゅうじゅう。いや、焼肉が自分から喋るはずがないよ。確かにそうだな。認めたー。あ、習慣だ。半分まで来れたってことだな。あ、やばい、音符ブロックにはまっちゃった。うわぁ、超ギリギリじゃねえか。体半分が画面に挟まっちゃってるわよ。なんとか危機一発先に進めたよ。こらぁ、マリオ待ちやがれー。待ちやがらないでーならいいよ。逃げてって言ってるのと同じじゃねえか。俺様は壁も簡単に壊せるから怖いものなしだぜ。あ、ケムシ。こらぁ。ケムシの方があんたのこと怖いわよ。なんか久しぶりにこんなに長いコースで遊んだ気がするよ。たまにはこんなハラハラドキドキの長いコースもいいわね。ふぅ、危ない危ない。お前正面から今当たらなかったか。無敵時間が切れたはずなのに。いやいや気のせいだよー。見たぞ今見たぞ。マリオは時々常人ではなし得ないことをするから。そしてそれを最初に目撃してしまった人物は8000ポイントになる。こわー。くわばらくわばら。次に怪奇を最初に目撃してしまうのはもしかしてあなたかも。